ガリポリの前線にて、ペリスコープライフルを使用するオーストラリア系、騎兵ペリスコープライフルは、潜望鏡を用いて照準が行えるように、改造された照準である。これを用いれば、残豪などに身を隠したまま射撃が行える。第一次世界大戦における残豪戦の中で様々な人物が考案した。最初に採用したのがどこの軍隊だったかは定かではないものの、 1914年末頃から使用され、始めたとされる。また、同様の照準装置を組み込んだ、機関銃も設計された。1916年には、ピストルに取り付けるための同様の照準装置の特許が取得されている。ユールテンマークに照準機を搭載したビッカース銃、最初の照準用汚染防鏡型照準器は、W ユールテンが考案した、ユールテンハイボスコープである。 この装置は1903年に初期型がテストされ、1914年に最初の特許を取得した。最大照準化の距離は600ヤードだった。1915年5月のガリポリの戦いの最中、イギリス出身のオーストラリア兵、ウィリアム・ビーチ下級後長が新たなペリスコープライフルの形態を発明した。ビーチは陸軍入隊まで建築業者の職長を務めていた。 当時、ビーチはオーストラリア帝国軍第二大隊に勤務していた。ビーチの考案した照準装置により、兵士は残酷の中から体をさらすことなく、照準を照準、射撃することができるようになった。ビーチは、標準的な303口径リーエンフィールド小銃の重傷を一旦真ん中で切断し、照準器に位置を合わせた、潜望鏡、板材、 引き金に結びつけた紐といった部品を組み込んだ後に再度結合させた。これにより低い位置から照準及び射撃が行えるようになるのである。ビーチの下で戦った兵卒ジョン・アダムスが語ったところによればこの装置は頭を打ち抜かれた戦友の死体を目の当たりにしたというビーチのトラウマ的経験を発端に考案されたのだという。間もなくしてビーチの考案した装置は オーストラリアニュージーランド軍団に所属する兵士らによって広く模倣されるようになった。残壕戦が本格化したガリポリの戦いでは、とりわけ広く用いられた。クインゼン招致など、ガリポリに設置された残壕のいくつかは、他の残壕との距離がわずか50メートル程度しかなかった。この戦いに従軍したデイビッド・ジー・ファーガ尊敬が、語ったところによれば、ペリスコープライフルの普及により、 標準的な不標準の日中の使用は取りやめられていたという。ペリスコープライフルは一般的に通常のリーエンフィールド小銃よりも射撃精度が大幅に劣ると考えられていたが、オーストラリア軍の戦士、オフィシャルヒストリーオブオーストラリアインザ l i a in t 1914-1918においては200-300ヤード程度まで正確に照準できるとされている。テレビシリーズ ザ・ボフィン、ザ・ビルダーザ・ボンバルディアにおける検証では、100ヤード程度まで正確に照準できると示唆された。いずれにせよ、ガリポリの戦場の大部分において、こうした射撃精度の低下は重要視されなかった。トルコ軍と連合国軍の残豪は、非常に近く、一部ではわずか5ヤードほどの距離しかなかったからである。ベリスコープライフルは、後にアンザック工部に設置された。 臨時作業所にて製造が行われた。ウィリアム・バードウッド元帥は、ペリスコープライフルは、ガリポリの戦いにおける極めて重要な発明であったと語っている。1921年、戦争省は発明に対する報奨として、ビーチに100ポンドを支払った。これは2019年時点の4500ポンドに相当する。エルダー式ペリスコープストックと25連発弾像を、 取り付けたベーセ M1903 小銃1915年9月、2種類の DM フィールド小銃用ペリスコープ装置の特許が取得されている。一つは JE チャンドラーによるもので一旦銃と装置とを組み付ければ取り外すことなく前段を打ち切ることができた。もう一つは G ガラードによるものでチャンドラーのものとよく似ていた。さらに1916年には E.C. ロバート・マークス、1918年には、M.E. レジナルドと S.J. ヤングによって、小銃用ペリスコープ装置の特許が取得されている。西部戦線においては、ベルギー、イギリス、フランスの兵士らによって、ペリスコープライフルが使用された。東部戦線においては、ペリスコープを取り付けた、模ナなン小銃が、ロシア帝国の兵士によって用いられた。アメリカ合衆国では、 エルダー式やキャメロンヤギ式として知られるペリスコープライフルが考案されている。キャメロンヤギ式は1914年に発明されたが、最初のモデルが製造されたのは1918年11月の9000後だった。キャメロンヤギ式は、小銃に高級的な改造を施すことなく組み込むことが可能で、ボルト操作を行うための機構が含まれていた。 小準用ペリスコープは4倍望遠小準機としての機能も備えていた。製造数はわずか12個だった。スプリングフィールド M1903 小銃は25連発弾層を取り付けることができたので、キャメロンや儀式及びエルダー式のどちらを用いるにしても、頻繁に銃を取り外して装填する手間をかけずとも持続した射撃が可能だった。その他、 ギベルソン式として知られるペリスコープ装置も設計された。オランダではマンディッヘル M1895 原型とする M95 残号銃が考案された。1916年から第二次世界大戦頃までオランダ陸軍によって使用されていた。ありがとうございます。